今日は噂のミタスでバターチキンカレーを作りたいと思います。イエーイ。まずバターを溶かしていきます。はい、バターが溶けました。次にニンニク、生姜を炒めていきます。ミタスチキンを入れます。チキン入れます。次にダイスカットされたトマトを入れます。ヨーグルト入れます。生クリームを入れます。ひと煮立ちするまで待ちます。沸騰してきたので火を止めます。カレーのルーを入れます。そして溶かします。ルーが溶けたのでここでひと煮立ちさせます。完成です。